メディアを再生する1939年版ザ・リトル・プリンセス前編テンプルちゃんの小工女は1939年のアメリカ合衆国の映画監督はウォルター・ラング原作はフランシス・ホジソン・バーネットの小工女。シャーリー・テンプル主演作で初めてのテクニカラー制作本作は作品中に著作権表記があるものの公開時期が 古く、リニューが行われなかったことから、公開当時の米国の法律により権利放棄とみなされ、米国においてはパブリックドメインとなった。また、日本においては著作権の保護期間が終了したと考えられることから、現在複数の会社から激安 DVD が発売中。会社によっては、リトルプリンセスというタイトルで発売中。日本語吹き替え版は、 93分の内容を60分に編集して制作されており、音楽や効果音などはすべて渡辺武雄、松山博氏のコンビによって新規に制作されている。現在では視聴することは非常に困難になっているが、過去に日本コロンビアから渡辺武雄音楽によるサウンドトラックとドラマ編の LP レコードが発売されていた。不死家庭に育ったサラクルーは、 父が、某和戦争に出兵した後、上流の子女を集めた、ロンドンの寄宿学校に入学しようとするが、校長はなかなか入学を認めようとしない。父が、祖父の財産の話をすると校長は一転して、入学を許可。ところが、父が戦死し財産の話も怪しいと知った校長は、態度を変える。紗良は、屋根裏の粗末な部屋に移され、下働きをさせられる。 同輩のベッキーと共に慰め合う日々。実は父が戦死したという情報は間違いで、重傷を負って構想されていた。ある日サラとベッキーは、盗みの疑いをかけられ、寄宿学校から逃亡する。ベッキーは連れ戻されるが、サラは戦傷者が多く収容されている病院に逃げ込む。サラが飛び込んだ部屋は、父親が入院している病室だった。 ありがとうございます。